朗読マルセル・ブルースと失われた時を求めて1第一編スバン家の方へ1第一部コンブレー 第2章前回の続きからですしかし同時に突き出た花やキラキラ輝く目によって多分私の目の前に現れた女性がゲルマンと夫人かもしれないなどと,と考える余裕もないうちに最初に私の視覚に届いて。 そこに最初の印をつけたのは、そうした目や鼻だったからだろうか。私の視覚に固定されたイメージの上に、そう、つい、今しがと生まれた。すでに取り替え不可能なイメージの上に、私は、これがゲルマンと夫人だ。という観念を接合しようとしたが、 それらは相離れた二つの歯車の円盤のごとく向き合いながらも噛み合わずにくるくる空回りするばかりだったしかし私があれほど夢見たゲルマンと夫人が実際に私の外に存在することが分かった今は私の想像力に前以上に大きな力を発揮するようになった 想像力は期待していたイメージとまるで違う現実に接してしばし麻痺していたが再び動き始めて私に次のような言葉を投げかけてきた「シェルル・マーニュ以前より栄光に輝ける」「ゲルマント家は進化の清説与奪の権利を有せり」「ゲルマント公爵夫人は」 ジュヌビエーブ・ド・ブラバンの末裔にしてこの地の何人のことも知らずまた知るをよしとせざるなりそして人間の視線が自立しているというのはなんと素晴らしいことなのだろう視線はごく緩やかな長くて伸縮性のあるロープによって顔に結びついているので顔から遠く離れたところも 一人気ままにさまようことができるのだから。ゲルマンと夫人がシャベルで死んだ一族のお先の上に座っている間、夫人の視線はあちらこちらとさまよい、柱に沿って上に登ったかと思うと、私の上にもとどまったが、それは教会の新郎の中で揺れ動く日光。ただし、私を愛舞したときは、 自らのの意識を持っている日光のような気がした。ゲルマント夫人自身について言えば遊んでいるうちに知らない人にも声をかける我が子の大胆なち目っぷりやぶしつけな振る舞いに対して見て見ぬふりをする母親のようにじっと動かずにいたから私は彼女が所在なさを感じつつ 自分の視線がさまよっていることをいいと思っているのか悪いと感じているのかを知ることはできなかった。ゲルマンと夫人を十分に見ることができないうちに彼女が出ていってしまったら大変なことになると私は考えていた。というのも何年も前から夫人の姿を目にしたいという願いが。 とりわけ強かったことを思い出したからである。私は彼女から目を離さなかった。あたかも私の視線の一つ一つが突き出した鼻や赤い方、つまりは彼女の顔に関する一風変わってはいるが、まがいものではない貴重な情報と思われるあらゆる特徴の記憶をものとして持ち出し、私の中で 保存することができるかのように私がその顔と関係づけたあらゆる考えそしておそらくは自分自身の最良の部分を残しておきたいという本能の一形態であるあの失望したくないという欲求がかえって私に彼女の顔を美しいと思わせるようになった今何と言っても 目の前にいる彼女と私が今まで思い描いてきたゲルマンと夫人とは同一人物だったのだから私はゲルマンと夫人を再度他の人間たちとは全く別の存在として考えるようになり最初彼女の体を純粋にただ見た時は一瞬私もごちゃまぜにしてしまったけれど 周囲からまるで比較することが可能であるかのようにあの人サスラ夫人やバントウィオさんのお嬢さんより増したねなどという声が聞こえてくるとそれだけで腹が立った私の視線は夫人のブロンドの髪青い目首元と歩みをとどめ他の人の顔を思い出させるような特徴はそこから削った わわざわざ不完全にしたこのスケッチを前に私は叫んだ「なんて美しい人だろうそれにあの高きさと言ったら僕の目の前にいるのは誇り高きゲルマントの女性ジョヌビエヌ・とブラバンの光栄なんだ私ができる限りの注意を傾けて見つめたせいだろうか」 彼女の顔だけが周囲から切り離されてしまったので今日その結婚式のことを思い返しても夫人と協会守衛あれはゲルマンと夫人ですかと尋ねた私に「はいそうです」と答えてくれたのだ以外の顔はどうしても思い出すことができないだがゲルマンと夫人の姿は今も 「はっきりと目に浮かぶ」「特に風と雷雨に見舞われた暑い日に間欠的にさしてくる太陽の光に照らされたセクリスティで記帳をするために並んでいる時の姿で名前も知らないコンブレーの人々に混じって制御室にいたゲルマンと夫人は周囲の者たちに対する圧倒的な優位のせいでかえって 彼ら心底からの好意を感じずにはいられなかったろうし同時ににこやかにしかもさりげなく貴重を引き受けることで人々に自らの権威を一層見せつけたいと思っていたそれゆえ夫人としては誰か知り合いに向けて明確な意味を込めた一識的な視線を投げることはできない代わりに はっきりとは定まらない思考が抑えきれない青い光の波となって目から絶えずあふれ出るのに任せていたからその視線の波がたまたま通りすがりに出会っただけのただしひっきりなしに出会うコンブレーの身分の低い者たちを悩ませたり小馬鹿にしていると思われたりすることだけは避けたかったのであるゆったりとした 薄紫色の絹のスカーフの上で輝く目に浮かんだ優しい驚きの表情を私はまだありありと思い出すことができるそこに夫人が付け加えていたのは誰か特定の人に対してというのではなく誰もが共有できるものとしての微笑み進化の者たちに対して申し訳なさそうな それでいて彼らに愛情を注いでいるようないくらかオツオツとした両主夫人の微笑みだった彼女から目を離さずにいた私のところにもその微笑みは降りてきたジルベール・ルン・モーヴィのステンドグラスを通して差し込んでくる太陽の光のように青いその視線がミサの間私のところで しばしとどまっていたことを思い出した私はこうつぶやいた。どうやら僕に注意を向けているようだ。彼女は私のことが好きになって、教会を出てからも私のことを考えていて、夕方にはゲルマンとの館で、おそらく私のせいでやるせない思いをするかもしれないと私は確信した。 たちまちま私は恋に落ちた。一人の女を好きになるときには、時にはスワンジ城がそうだったように、軽蔑の眼差しで見返してくるだけでいい。この女は絶対に自分のものにならないと思うからだ。一方、ゲルマント夫人のように、好意を込めた眼差しを送ってくるだけで。 その相手の女が好きになることもある今度はその相手が自分のものになるかもしれないと考えるからであるゲルマンと夫人の目は絶対積むことのできない鶴にち日う日。されど彼女なら私に捧げてくれるかもしれない鶴にち日う日のように一層青くなった。 太陽は時折雲に遮られながらも広場と制御室にさんさんと差し込んで婚礼のために地面に敷かれた赤い絨毯。その上をゲルマンと夫人が微笑みながら進んでゆく赤い絨毯をゼラニウムの肌の色で染めている絨毯のた毛のはバラ色のビロードのように艶やかで光の表皮をかぶせられたようにも見え 壮麗さと気閲の中でこそ感じられる一種の愛情や確かな優しさそれこそがワグナーの落劇ローエングリンのいくつかの学説やカルバッチョの数枚の絵を特徴づけるとともにボードレールがトランペットの音色に「甘美なる」という形容詞をつけた理由を理解させてくれるものだ。 を付与されていたその日以降ゲルマンとの方を散歩するときには文学の素質がないこと著名な作家になる夢を永久に諦めなくてはならないことが以前に増してどれほどつらく感じられたことだろうかそのことで感じた無念の思いは特にみんなと少し離れて 一人で考え事をしている時に、私をあまりに苦しめたので私の精神はそれ以上苦痛を感じないために苦痛に対するある種の抑制作用を自ら働かせて詩や小説さらには才能が欠如しているために諦めざるを得ない詩人としての将来のことを考えるのを完全にやめてしまった。 その時そうした文学に関する気がかりのらがいで全くそれとは関係なく突然のようにある屋根が石の上に反射する陽光が道に漂う香りが特別な喜びを私に与えて私の歩みを止めたのであるそれらは私の見ているものの背後に何かを隠していてそれを取りに来るよう招いているかに見えたが どんなに努力してもそれを発見することはできなかったその何かは屋根や日の光の繁栄や道の香りそのものの中にあると感じた私はじっと不動の姿勢を保ってそれらを見つめ吸い込み目に見えるもの嗅ぐことのできる香りの向こうに思考とともに近づこうとした。 もしすぐにでも祖父に追いついて再び散歩を続けなくてはならないとしても今はともかく目を閉じてもう一度それらを見出そうと思ったのである私は屋根の描く線や石の色合いそれらはその中に含まれているものの蓋でしかなかったのだがもう半ば口を開けていっぱいに入った中身を 私に解き放とうとしているように見えた」を正確に思い出そうとする「なるほどそれはいつか作家や詩人になれるという今は消えてしまった希望をもう一度私に返してくれる類の印象ではない」「今回の印象はずっと知的価値のない特殊な事物に結びついて抽象的な真理とは 一切無縁だからであるだが少なくともそれは理由のわからない喜びある種の包調査の厳正を私に与え私の倦怠ないしは偉大な文学作品のために哲学的テーマを探そうとすることに感じる無力感から私を反らせてくれる印象であった。とはいえ 形や匂いや色彩から受けるそうした印象が背後に秘められたものを認識するよう私の意識に義務のごとく求めてくる度合いがあまりに激しいので私はすぐさまそんな努力や疲労を背負い込まなくてもいいような自分に対する言い訳を探すばかりだった幸い両親が私を呼んでいる。 私の探求を実りのあるものにするのに不可欠な落ち着きが今の私にはないからまたここに来るまでは考えない方がいい結果も出ないうちから疲れるようなことはしない方がいいと私は感じたそこで私は形と匂いで包まれているこの未知なるもの魚釣りに行かせてもらった日 ビクに草を敷き詰めて生きのいいままで持ち帰った魚のようにイメージを保護カバーのようにかぶせて時間がたっても新鮮さを失わないようにして家に持ち帰ればすこぶる安定した状態にあるはずの未知なるもののことはとりあえず考えないことにしたところが一旦家に持ち帰ってくると 他のことに気を取られてしまい、光を反射する石や、屋根や、鐘の根や、羽村の匂いは、それぞれ別個のあまたのイメージ、せっかく真理を予感させてくれたのに、私が真理を発見するに至るだけの十分な意思を持たなかったために、久さしい前に死んでしまったイメージ、とっともに、散歩の途中で摘んだ花々や、 からもらもった品物が部屋にどんどんんまってゆくように精神のうちにたまってゆくばかりだったそれでも一度だけ散歩がいつもよりはるか長い時間に及んだとき帰り道の半ばでもう午後も終わるころ速力で馬車を飛ばしていたビルスピア医師が私たちに気がつき一緒に乗せてくれたので。 私たちとしては大いに嬉しかった日に同様の印象を抱いたことがあるその時はすぐに放棄しないでいくらかは掘り下げたのだった私は漁車の近くに乗せてもらった馬車は早手のように走ったコンブラーに着く前にペルスピア医師は マルタンビル・ルセックの患者のところに寄らねばならなかったからだ診察の間私たちは門の外で待っていることになった道を曲がってマルタンビルの2つの小塔が見えた途端不意に私の中を他の何者にもひしがたい特別な喜びが走り抜けた小塔には夕日が当たっている 小灯は馬車の動きと折れ曲がった道のせいで位置が変わったかのようだ。ついでビュービックの小灯が目に入ってきたが本来丘と谷で隔てられここよりは高い遠く離れた急流の上にあるはずなのにマルタンビルの2つの小灯のすぐ近くにあるように見えた。 線頭の形輪郭線が移動する様子表面に当たる日の光を確かめよく注意を払いながら私はこのままでは自分が感じた印象の奥まで到達できないのではないかと感じたすなわちその動きや光の背後に何かがありその何かはそこに含まれていると同時に 隠されてもいると感じたのである。